はいどうも FX オリガラヒをご覧の皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、4月25日朝6時の日足を見ています。日足を見る限りは基本は上昇圧力がかかっていることが見て取れるんではないかなと思いますよね。まあこれはもう私があえて補助線を引くまでもないんですけども、こういうふうな形でチャートっていうのは動いてるでしょ。で基本は右肩上がりなんですよ、ご覧のように。でも右肩上がりの中でも瞬間的に下がる時っていうのがありますよね、こことここのように。あと現在は横ばい状態なんですよ。で私たちがトレードをするのはこの瞬間瞬間なんで、基本的には上昇圧力がかかってるんだけども、ここではセルをしないと負けちゃいますよね。ここもそうですし、で、上昇圧力があるからといって、例えば今最後にお示ししたここでね、バイとかセルを入れちゃうとなかなかね厳しい状態に置かれちゃうということになると思います。まあですんで、基本は上昇圧力なんだけども、細かい時間軸で一体どういう動きがそこの中にね含まれているかってことを見ていく必要があります。全体的には上昇圧力ですから、迷ったらバイっていうね最終的な決断はここで秘めておいてもいいと思いますけどもね。はい、あそうそう、もう一個付け加えると、こういった上昇圧力の中で横ばいが始まると大抵ね反転が起きるきっかけになるんですよ。ですからもしかしたら今後こういうふうにチャンネルラインが引かれることもあるかなっていうことですよね。上昇していってここでも、まあ、横ばい圧力が終わって逆回転したでしょ。でここも結局横ばいだったし、ここも結局横ばいだったでしょ。でそういうふうに横ばいが始まると、あもしかしたら反対側に行くかもなと思えばいいし、うん、あとね横ばいに行った後で改めて同じ方向に行くってこともありますんで、よっぽど細かい状況を的確に捉えて判断するか、変わり目ではねもう玉を持たないっていう判断もあると思いますよ。はい、次は4時間です。じゃあ4時間はどういうふうに動いてるのかってことですけども、4時間はね、こういうふうになっていく可能性ももちろんあるんですよ。ただ現在のところここの瞬間的に捉えると、まあレンジになってるわけですよ、うん、あとはねもうちょっとシビアに見たらここのレンジでもあるんですよね、だからレンジのまんまでいくのか、それとも上昇をこれから描くのかっていうことを判断しなければなりません。くしくも今レンジインレンジの形を取りましたんで、ここを超えていくようなら、もしかしたらここも超えて上昇トレンドに戻っていくかもしれないですし、もしかしたらね横ばいの力の方が強くって、このまんま横ばい終わって高値を更新してないわけですから、ここ高値を更新してないでしょ。だから今度は安値を更新という流れに入るかもしれないですよね。でそのことも覚悟して見ていかなくてはいけません。ですんでね、本当は月曜日にこれがあればよかったんですけども、今回は火曜日にずれ込んでますんで、どちらにかけるか2つの視点というものが必要になってきます。現在は値動きが一方的に下がってる状態です。だからセルの方に向かっていくっていう方向もありえますよ。ただ反対側ではこういう風なね上昇トレンドが見えなくもないんですよ。見えなくもないんだけども、昨日までは横ばいだったんでね、だからこれからももしかしたら横ばい、もしくはこちらの下げってのも、新規の下げが始まったわけではなくて、上下しながら右肩上がりになるその途中の下げかもしれないんで、そうなるとベストのバイでのエントリーポイントになってきますよね。そこの見極めの一つですけども、結局ねいつもこうなんですよ。前回の安値を、あれ矢印になっちゃった、前回の安値をここが割るかどうかを一個ね、意識していただいたらいいと思うんですよ。もしここを割らずに上に行くようでしたらね、ですから今後値動きが右肩上がりになっていくだったら、このチャンネルラインが使えるということになりますし、そうではなくってこの安値をさらに更新して下に行くようだったらね、そしたらここからもう上がるんじゃなくって下げていくってことが始まるかなと思います。その時はここをクリアするかどうかとか、ここをクリアするかどうかってことも見ていくんですよ、こことはね、ここね。はい、まあそういうふうに考えていただければと思います。まあ概念は分かったけど、結局どうすればいいんだって話ですけども、もうちょっと見極めていかなくちゃいけないってことになるんですよ。でこれによってね、どっちにエントリーすればいいかってこの瞬間に分かることはありません。ですんで今日は昨日と同じような感じになっちゃいますけども、まあそれ言っても始まらないんでね、
火曜日ですけども、午前中はしっかりと観察することによって値動きを見て、その後での値動きの方向についていくということにさせていただきます。それでは今回は以上です。また追加放送をね、FX オリギャラヒの方お待ちください。多分ね、12時前後とかにするようになると思いますけどもね。はい、お疲れ様です。